行き止まり？ここまでだな。もう逃れられんぞ。まだだよ。もっと強力なやつを呼び出してあげるんだから。バカ者！貴様は魔王になりたいのではないのか？だったらなぜ自分で戦わん？本気で魔王を目指すとほざくなら、この魔界で一番強い俺様と実力で勝負してみせろ。万が一貴様が勝ったら、魔王だろうとなんだろうと好きに名乗らせてやる。いいんですか殿下、そんなこと堂々と言っちゃって。まぐれであの子が勝っちゃったら天使が魔王ですよ。前代未聞ですけど。勝てたらな。まず無理に決まっているだろう。どうしても戦わないといけないんですか？あんな小さな子供相手に。子供扱いしないでよね。あ、ごめんなさい。わかったわ、魔王のお兄ちゃん。そうしないと魔王になれないなら、私も覚悟を決める。全力で戦わせてもらうからね。意外に手強そうですけど。大丈夫ですか、ラハルさん。多分な。